はい、お疲れ様でございます。鍋でございます。はい、本日はこちらです。カメラの、スタンドになります。で、吸盤がついて、でここでね、カメラ三脚ネジがついててね、これで固定するっていうね、代物になります。今ね、一つこういう車載用のカメラのベースあるんですよね。で、あるんですけども、ちょっとね、この吸盤からこのここまでの高さがね、高いんですよ。でね、高くてちょっとね、車の振動で揺れちゃうんですよ。長い分だけこうね、こう揺れが目立つので、ちょっと短いやつをね、購入してみました。はい、どう動くのかな。ここがね、ここがまず動いて、その後にここか、左右がね動くと、左右に触れる、まあ、上下左右といった感じでしょうか。で、まあ、吸盤がついていて、ここね、吸着するためのレバーがついているので、取り付けてから、台座に取り付けてからギューッとね押してもらうと、これが、ギュッとね、吸着されるっていうやつです。前よりも随分ちっちゃいからね、使いやすいんじゃないかなと思ってます。で、今回私が、これをね、どこに取り付けようかと思って、ね、考えてるのは、いわゆる車のフロントガラスですね。うん、フロントガラスに斜めにね、こうつけて、で、三脚ネジが下を向くっていう状態です。で、その下を向いた三脚ネジにカメラをつけちゃうっていうことを、今回はしてみようかなと思ってます。なので、あんまりこうフロントガラスからね、この長さこうビューンと伸びちゃうと、カメラがこう運転のね時の視界に妨げになって、ちょっとね、支障きたしも嫌だなと思ったので、なるべく短いのがいいなと思ってます。まあ、下でこうね、吸盤を底面にして使う分にも全然これいいんじゃないかなと思ってます。ブレとかなさそうだしね。うん、これちょっと意外と良かったんじゃないかな。ブレなさそう、まあ、どっちにもいけそう。今ね、2、3日ぐらいちょっとその朝ね、ちょっと車載からお送りしますけども、その時使ってるのがね、こちらです。あら、これ開いてる、こちら、はい、ニコンのクールピックス S6600 っていうコンデジです。はい、これね、バリアングルです。すごいっしょ、コンデジで。ほら、キャノンさんのカメラみたいになるんですよね。だ、これでだから自撮りできるんですよ。ほらほらほらね、この台座をこうやってくるくるくるっとつけてね、つけて、でバリアンです。ちょっと見えるかな、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、わかるかな。ここにフロントガラスが当たって、こういう感じですよ。ここにフラッシュがね、下向いちゃってますから、カメラは反転してるんですけど、でもこうやって使えるんです。こうやって自撮りができちゃう。ただアイビスミニとかと違って、やっぱりこの高さがありますからね。だから一番上のフロントガラスに張り付いた部分から、アームも含めてこのカメラの端部の部分まで結構な距離というかね、長さがある。だからこれを車につけた時にどのぐらい、なんていうのかな、邪魔にならないのかなっていうのはちょっと気になるところなんです。だけどこれいいでしょ、こういう感じ。だこれで今度、フロントガラスにね、つけた状態で、で、お話をねしていこうかなと思います。今までは逆だったんですよ、こういう感じだったんです。車のダッシュボードに貼り付けて撮ってたんです。だからね、運転席の目の前にこう、こういう感じなんだけど、極端な話です。で、はいどうもってやってたんですよ。ちょっとやっぱね、下にあるってこう、良くないなと思ったんでね。だからこう、上の方にね、こういう感じで、上の方に置いておこうかな。これをね、今ちょっとね、画策して、今回これを購入しました。この間、カメラのお祭りありましたよね。あの時に新しいアイビスが、まあ、時期出てましたけどもね。これが日本にいつ来るのかわかりませんけども、ここにめがけてね、ちょっとこれも用意してみました。はい。欲しい。新型ね。はい。レオノさんもね、
買うとおっしゃってましたから、言ってないか言ってないかなので、まあ私はねそれに向けてちょっとと思ってます。でもこのね、まずニコンのこのカメラをねちゃんと使いたいなと思ってます。これすごい写真も綺麗なんですよ。だからねちゃんと使ってあげれば本当はちゃんとそれなりの性能は出るのにね、使い方がわからないままでいるばっかりに使いこなせないままっていうね、やっぱ良くないね。その機械だけ買って満足してるみたいな私はやっぱ良くない。ちゃんと勉強しなきゃいけないですね。はい、いやいいでしょこれ短くて。てかね、このね、クールピクスのこのコンボいいよね。すげえかっこいいんだけど。かっこいいっすよね。マジ今日つけよう。これね、今日つけて、ちょっと何回か外出しますんでね。運転中、走行中にね、こうブレがどんな感じなのかとかね、やってみたいと思います。ということで、今回はね、こういったカメラ三脚ネジのついている、吸盤のついた、スタンド、ね、を購入しました。ショートマウンターって書いてあるんですけどね、ちょっとメーカーとかさっぱりわかりません。価格は690円です。はい。一応商品、まだね、在庫あれば、あの、下の方に、リンク、アマゾンさんのリンク貼っつけておきますけどもね、よかったら見てください。それとこの、ニコンのね、クールピックス S6600、あの、これおすすめです。いいと思います、本当に。あの、一回ダメだって言っちゃったんですけど、でも、ちゃんと使えばね、いい子なんです、この子。ちょっとカメラ欲しいんだけど、どうしようかなと思ってるパパさんたちね、これもうよかったら一つ検討してください。ただ、ガーンって、あの、私のように物臭で、あの、パッと撮ってすぐ綺麗にっていうんだったら、あの、ビデオカメラが絶対おすすめです。もしくは iPhone がいいです。あの、イノさんもおっしゃってましたけど、iPhone で撮って編集で、イノさんみたいにあんなに素敵に作れるんで、iPhone で十分なんです。だけども、その iPhone を撮りたかったりとか、iPhone はやっぱり、あの電波オフにして機内モードにしないとあのノイズが入るんですよね。パパ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 ってね、撮影中に。だそういう一手間二手間もちょっと面倒なんで、そういったことが嫌だなと、もう一個やっぱりカメラが欲しいなって思う方はこれでもいいです。写真はすごく綺麗。私これディズニーランドで撮った時にあのほとんど家族写真とかはもうこれですごく綺麗に撮れました。うん、全く問題ない。で動画はハンディカムで撮ってっていう感じでしたね。うん、だこれビデオも撮れるし、動画撮れてバリアングルだし、これは便利だと思う。しっかりとねその特徴が分かれば使えるもんじゃないかなと思ってますけどね。はい、ということで今日はねカメラの紹介だったのかマウントの紹介だったのかごっちゃになりましたけど、まあいいや、合わせ技ですね。690円で購入した吸盤のついたカメラのショートマウント&こちらねニコンのクールピックス S6600、まあ本当はこういう感じですけどねの、ご紹介でございました。またいやこの間あのレオナワークスさんにね私ちょっとそのジャージを送らせてもらったんですけど、あのタイトルがねイケボって書いてあったんですよ。で、いや、いい声の人ってことなんだね。うん。いい声ってどうしたらいいんだろうね。もっとこう低く喋ればいいかな。あ、どうも。あ、鍋です。お疲れ様でございます。今日は、こんな商品をご紹介したいと思います。なんかね、たけしチャンネルのたけしさんみたいなやつです。ちょっと違うかな。私も実は結構声は高いんです。高いんですよ。どんどんテンション上がると声が上ずっていくんですけど、息をねスースーハーハーやはり吸っちゃうんですよね。こういう感じ。うん、なので、まあ、なるべくね息をこうガッと吸わなくてもいいように、ゆっくりと、おとなしめに喋ってるっていうのが、まあ、実はってとこです。はい。イケボね、俺から言わしたらね、レオナさん、贅沢だよ。贅沢。素敵な声だし、素敵なお顔立ちだしね、肩幅も広くてかっこいいしね、いいなぁ、抱かれたい。